やめてくださいね。大麻取締法の改正を求める請願署名活動をしています。大麻草はお酒やタバコよりはるかに有害性が少ないことが明らかにされています。ヨーロッパでは2000年代以降、大麻の個人使用目的の所持や栽培が刑事罰の対象から除外され、アメリカでは2014年にコロラド州とワシントン州で大麻の個人使用目的の所持が合法化されています。カナダでも来年には大麻の使用目的の所持が合法化されるそうです。私たちは大麻取締法の改正をするために署名をしています。署名用紙の内容を読み上げます。大麻取締法の改正を求める請願、衆議院議長殿、参議院議長殿、請願趣旨。大麻草は私たち人類の生活に欠かすことのできない身近な植物であり、日本でも古来より手がかかを汚れを払う神聖な植物であるとされ、さまざまな宗教的な儀式や神事、生活用品、医薬品などに用いられ、戦前は国家によってその生産が奨励されていましたが、戦後連合国軍の占領下において昭和20年9月にポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件、昭和20年特例第542号が公布施行され、これによって大麻草の栽培などが全面的に禁止されました。大麻取締法制定時の国会会議録には、大麻草に含まれている樹種などは麻薬と同様な害毒を持っているという発言が多数見られますが、近年の研究によって大麻の有害性はアルコールやタバコより低く、多発性硬化症に伴う神経陰性の疼痛、末期がん患者の疼痛、エイズ患者の消耗症候群、がん化学療法に伴う吐き気と嘔吐など、さまざまな失病や不快な症状の治療に有効であることが明らかにされ、実際に世界の多くの国や地域で大麻の治療使用が導入され、個人使用目的の大麻所持や栽培が刑事罰の対象から除外されています。また2014年アメリカではコロラド州とワシントン州で嗜好目的の大麻が合法化され、若い頃に大麻を常習していたオバマ元大統領もタバコと似た悪癖だと考えている、アルコール以上に危険だとは思わないと発言し、これを容認しています。しかし我が国においては未だに大麻の所持や栽培、譲渡が量や理由のいかんを問わず懲役刑をもって全面的に禁止され、個人や家庭、社会全体に
非常に大きなダメージを与えています。大麻に関する最新の知見に鑑みれば、末端の使用者に逮捕・拘禁を伴う刑事罰を科す措置は憲法13条25条および31条に違反する重篤な人権侵害であると言わざるを得ません。このような問題を一刻も早く改善するために下記事項を請願します。請願事項1、未成年者への関与を除く成人による公衆衛生に悪影響を及ぼさない少量の大麻の個人使用目的の所持、栽培および経理を目的としない譲渡については刑事罰の対象から除外し、特に著しく公衆衛生に悪影響を及ぼすと認められる場合については注意や警告、過料などの措置を講ずる。2、大麻取締法第4条の2、3、4を廃止し、大麻の医療上の目的での利用を可能にする制度を新設する。最初の方が面白すぎて、大丈夫だ。あれ前だっけ。いや、もういないっす、いいキャラ、いいキャラですよ。